お疲れちゃんスロットです。今日はですね、バランス調整で強化されてましたね。こちら5分試合やっていこうと思います。多分上げてなかった気がするんですよね、5分試合強化。はい、背中の槍の攻撃速度がね上がりましたよということで、まあ、5分試合はね強化されて、さらにはまあ0時で加速もできるので、まあ、単純に5分試合0時がね強いです。はい、なので5分試合スパーキーも、まあ、新感覚でやっとねちょっと増えてきたかなっていう気がしますね。まあ、文句も多少はいるんですけど、まあ、前のねフェニモン環境と比べると、まあ、全然スパーキー使いからしたらねマシなんじゃないでしょうかと、まあ、いったところでやっていこうと思います。5分試合30試です、はい、スパーキーじゃないです、ちなみに今日はね。はい、やっていきます。この5分試合30試な結構気に入ってるんですよね。なんか前にも多分このデッキを動画出して、その時はミニペだったかもしれないね、ユーノじゃなくてミニペだったかもしれないんですけども、ユーノ型がね、はい、いましたのでやっていきましょう。で、今回は迫撃の小物の、あ、でもウォールブレーカーもいたんで、これあれですね、呪文が入ってない平均コスト 2.9 のここ最近いるマジ高回転でも呪文がね、そのウッドだけかウッドもないかみたいな、そんな感じの高回転尽くしですね。あー、全然違うこと言ってたわ。これ守れないっすね。親衛隊がある、呪文がファイボか、なんか1枚だけありますロケかもしんない。これきつそうだけどな。あ、でも背中の槍とレイジでアーチをしばいてもらって、え、これが強い、いやこれが強いんだけど、呪文がね、レイジだけだと足りねえ。スケビたっけ、まあ、スケキンもいて、さすがにいないな、スケバ。ギャング立てせんでしょ。あ、まだ30射ちょっと強いね。わー、マジできつい。ヒースピカンプしてあげて。ほい、素晴らしい。あれ今一発受けたかもしかして。いや、エリポンは置けたら強いんですけどね。置けない。で、呪文がヤナアムでしたね、今回は。やめて。よしよしよし。よしよし。まあ、こうなると、俺のターン。で、まあ、親衛隊がいる。と言っても、この5分ジャイ3子は止まるのかい、お兄さんと。まあ、できれば延命もしたいっすよね。あー、しっかりね、ギアをね、相手が延命して。いや、数多いな、マジで。いや、多すぎて、やばいけど、もう親衛隊突破したいな。いや、マスク入ってる。一発持ってくるやつだ。これこれこれ。一発ね、打ち込めば勝てるってやつ。で、ウォールブレイクも強できる。30式低めで、逃げていく。いや、これ多分スパーキーだったら、ボッコボコに、浮かれるんじゃないかっていう、まあ、こういうね、さあ三重士の強さが出ていく。危ねえ、なんだこれ。親衛隊もなんかちまちまいるな。親衛隊ロイフグ、親衛隊ウォールブレイカー、あとはね親衛隊バルーン、そう、まあヤナメが強いんで、親衛隊バルーンヤナメみたいなのも、まあミリいるから。さあ大人気アチャバナ、あー、もっともっとね、ちょっとエリポン行っていこうぜ。ファイスピー、わー、クエイクの香りがする。クエイクだけやめてほしい。おー、珍しいゴーストっすね。ファイスピーっすか、なんか後ろについてる。なんか後ろにいるっすね。まあこれは許容でいいでしょう。なんならゴーストを無視して攻めにねコストを使っていくという謎プレイだが、意外とそれがいいみたいな。お、いや、マジでだいぶいい。いやー、この言うのも許容する。鬼の許容さ、ミニペユーのゴーストウッドファイスピドリルぐらい出てくるかもしれないですね。いや、アドはめっちゃいいね。ダメージは受けてるんですけど、エリアドは取れてんで、だいぶね。はい、これもう8枚5分試合でもいいぐらい、まあ、言うのでいいか。こう、もう一回ヒースプでエリポン受けるんだけど、どうする、エリポンか。
ああいいマジアチャ。いやーここ一回ゴブジャイで展開していこう。三死でか。いやー強い。いやー全然間に合わなかった。なんかゴブジャイ思ったよりコスタリンかったわ。こう普通のマジアチャのやつか、ちょっと厄介っすね。これでもこれだけできつい相手。よし。いやマジアチャ強っ。マジアチャ強すぎんか。ホグ、ホグ、さあもう許容して。ミニペもあるもんね。なんか受けが意外と多いっていうのが厄介っす。さあゴルナイ、うわマスケがタワー殴れ。よし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 。えらい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 、マジでえらい。もう無理っすよ。さあ攻めて、やばい。相手呪文ないっすよね。相手呪文ないんで耐えれたら、耐えれたらやります。耐えてくれ本当に、本気で耐えろ。どういうの耐えろ。さすがにここマジアチャで射抜くはないと思ったら来たーけど助かったる。ゴブジャイレイジ、あマスキが、マスキ入る、あマスキ入る、マスキ入ってる、マスキ入ってる、おい81。いや負け試合でして、なんかエリコン置いたのになんか下手っぴだったな。まあでもあれか、結局そのエリポンのアドと三重子のゴリ押しと、まあ、レイジ等があるんで、最後の最後のね一発逆転がねだいぶあります。ちょっと諦めずにね参りたい。エリポン来い。わーめっちゃいいこのサイクル。あーそれ強いって。ロケ砲ゴブスパとかのさ呪文がザップだけみたいなデッキ使ってるときさガチできつい。アーチャーだったらなんかまだまだなんかね許せるんですけど。てかこれあれか、あーマジホグやん。エリポンこれ置いたらダメっすね。あのクエイク、クエイクがガゴ言うのまでなんかちょっと走れる未来が見える。走るがか。さあキング起動できたのはでかいっすね。まあさすがにホグなんでクエイクだと思うんですよ。だからエリポン置かなくていいかなプランですね。まあ30子がいるんでそれこそ。おお相手のサイド変えてくる。まさかのねサイドチェンジ。ロケは頑張れ。おい。さあまあ決算しいいかな。バルキリー咲いたし、これゴブジェがね2倍タイムいかないとギリ間に合わないんですよね。いいから相手にね俺のさっきまでの時間返して、1コスでこい。まあ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 、まあ、ウッドまで使わせたんだよ。てかライトなら全然リポン置くっすわ。固めるとバルキリーロケットとかで行かれるんであれだけど。さあ痛いけどね、痛いけどギリ許せる範囲っす。いやそれ強えな。インフェが、ね、強いっすね。ちょっとこれも走れる。
うマジこれ平井心で勝ちます。マジでマジか、勝てねえやんけ全然奇跡起きました。ガゴでねガゴ、ガゴ便利だな、ちょうど3体いるからな。よし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 、いや三重心あれバルキリー色気風ってやばいな。もうなんか固めてもあったからバルキリー、おーロケホウッドで行かれるしね、セパってもライトで行かれるし、出す位置鬼悩んだな。さあまじ最後まで諦めなければワンチャンがあるよと。これも一旦ね、これ相手ラバ掘りだったらめちゃくちゃ嬉しいな。てかラバ掘りにかけるしかない正直。はい、ラバディガーである。まあ、ヒースピないのちょっと痛いんですけど、レイジでね別よレイジやばおもろいやん。やらめ使ったね、俺は見たよ。本当はガゴヒースピまで行きたいけど、いやいけるな。あマスケが、あババいんのか。いやでも突破できそう、マスケだけでも。なんでマスケが行かれんねん、一番後ろにおるはずやん。さあラバディガーのやらめなんで、これも神配っしょ。はい、もう三重子固めてもいいし、セパってもいい。三重子レイジヒスピしとけば、まあ負けんでしょう。まあ負けしあるとすれば、ババっすね。ババが強い。さあ、ハシマンホバが気に入ってますね。2v1。はい。これ。拾える日は勝てますね。拾えないかったらもう運が悪いだけなのに。さあ、これね、行ったところでみたいなのがあるんですね、正直。卵だけでも壊すか。いや、壊さなくてもいいから、三種いるな。これでもさ、ババで後から守るって言ってもダメージ入るんですよ。まあでも11交換にしようってことか。で俺は左を気をつけた方がいいですね。痛い痛い、え、ほぼお前遠すぎだろ。おーい、全体すぎる射程距離でした。まあ、溶かしてもらってマジえそこで溶けんの、いただいてね。でレイジ打っとけば、まあ、一旦耐えれるでしょうと。ヤナも使ってババも使ったんで、ここ、まあ、ちょっと嫌なんですよ。ちょっとだからねえじゃろ、いえ言うのも何もかも止まらない。でもう一回後ろからゆっくり行こうか俺は。はいこれラバのコストも絶対ないんで、来てディガーホバとかぐらい、それだけ警戒しとけば範囲でちょっと受けんのやだな。これもうGG ってやつじゃないですか。ゴルナイもこっち行っちゃってね、マジで強い。レイジ三重子普通に強い。さあ、いやババがババを溶かす金髪 vs 金髪の世界。さあおいマスケが入ってくる。これマジ神相性っつったね、三重子ゲー。これを一生引きたい。さあポッポ軍曹ペッカ工場の人っすね。魔術使いに俺はなるって書いてんで、マジアチャ型っすね。まあガゴ型マジアチャ型、まあどっちもどっちか。さあ言うのこれマジアチャで抜いてくるね、やだな。後ろからだ、でかい。
一旦エリポン置いてから考えるか。とりあえずペッカの受けはそんなないので、ああ仁義だったっすね。ペッカに見せかけての、あ、このゴルナイの角度やばいか、やばい気がした。走れ、痛いけど、エリポン受けたって考えるとそんな悪くもない。悪くねえのか。もう一個エリポン受けるしかも。お、まあ仁義だったらさすがに何もないと思うので固めていい気がするな。まあ来たら最悪捨ててもいいけど、いやザップだな、やばい。耐えたい、せっかくなら。これ残ったのはでかいのかな。どうなんだ、エリババやばいな。まあでもエリババ使ったけど、あ、着衣とかかな。マジアちゃめんどいんでしばきに行く、まあ、ザップならばやばいですね。これ樽とかがテンプレだと思うんだけど、まあこっから、まあ、2体の方にねやっぱエリババ来やすいんでね。頑張れ。あー着衣強い。さ、これ耐えたのマジで鬼圧ゲロ圧。いやザップが強い。これ行くしかないっすね。待ったら負ける。あー、ザップが強すぎてこれダメだ。耐えてるけど攻守が止まらん。ザップじゃなかったからもうぶっ刺さってるっすね。ヤンキーはしてこない。一応走るとき一発ぐらい届くんじゃない。あー届かないんだ。もう地獄です。エリポンいて。鬼のエリポン。さあ無理っす。だいぶ頑張ったけどな。ザップなのがね、ガブがいけなかったのがもったいないですね。オーディン、おでん、ティックトッカーだ。話題のティックトッカー？何使いでしょう？エレジャイ。もうエレジャイ確定。95% ぐらいでエレジャイです。エレジャイティックトッカー。エレジェイじゃないです。なんだろう、キョスケロイホグみたいな。グッドゲーム。ちょっとだるめのティックトッカーかこいつ。グッドゲーム早すぎるだろ。なんだろう、うわーすんごい。スキルフグっすね、多分。ドヤンやん。ヤンキーすぎ。立ち回りヤンキーすぎ。
やメガナイトとか俺がさ、まあ、ある可能性は捨ててなかった、捨ててたんだろうね。メガナイトぐらい今あったらもう終わってたぞ。なんだこのグッドゲームマジで。え、めちゃくちゃうぜえ TikToker やん。うざくて有名なんかお前は。ボコボコにするぞ俺、本気で。何こいつ、めちゃくちゃうぜえやん。めちゃくちゃうぜえ。なんだこいつ。絶対見ねえかんな、お前の TikTok。 俺の視聴者。それだけ言っとくけど、よすけがあるっすよ。新鋭トイレだったんだ。やなになるんでガガはもう出さなくていいっすよ。いいの頑張って。ちょっといいトイトンする。あ、それやば。ん？あれ？全然。お？これゴルネ走ってもらって、俺のターン来た。頑張れ。絶対許さねえかんな。マジで、マジで、お前だけマジで絶対見ねえかんな。よし、オーディン。というわけで TikToker ね、しばけます。こちらの出来、皆さんもぜひやってみてください。ではお疲れ様でした。